こんにちは、池田真子です。はい、今回はSHEINの大量購入品を紹介していきます。はい、SHEINが2024年初の最大級セールということで、最大 90% オフでお買い物できます。そしてこちらのクーポンコードを合わせて使っていただくと、さらにお得にお買い物できるので、ぜひお使いください。洋服、雑貨、コスメまでたくさん選んだので、ぜひお買い物の参考にしてください。今回ももうめちゃくちゃ可愛くて、もう当たりしかない予感なので、実際に着ていきます。ちょっと普段のイメージとは違う洋服も買ってみました。はい、ではまずこちら、ブレザーを購入しました。こちらはカラーが12色展開になっていて、人気のダークグレーを選んでみました。なんかこの暗すぎないグレーがまた可愛いですよね。で、肩にパッドが入っています。で、前はボタンが1つついていて、ポケットは全部フェイクでした。はい、今回身長159センチで S サイズを着て、こんな感じです。肩にパッドが入っているので、なんかすごくしっかりとして見えます。あと色めっちゃ可愛いですね、これ。なんか本当に暗すぎないし、でもくっきりとした色味になっているので、顔もくっきりとして見えて、でしかもこうくすみすぎなくて、めちゃくちゃ使いやすいです。後ろもボタンが1つ留めてあって、こんな感じで開きます。はい、ちょっとデニムと合わせてみました。意外とこのジャケット自体がシワにもなりにくくて、なんか本当に綺麗に着れます。それこそ春になったら入学式とか行かれる方もいると思うんですけど、そういう時にも使えそうです。私は下半身は結構ごついんですけど、肩幅が意外とそんなになので、なんかそういう感じの方はちょっとワンサイズ下げてきてもいいかもしれないです。なんかちょっと他の色も欲しくなるぐらい、これはすごいおすすめです。はい、もう一つジャケットあります。こちら、ラップポケットドロップショルダーツイードジャケットです。こちらはよく見るとツイードジャケットにゴールドのスパンコールも含まれていて、チラチラ光るのがね、めちゃくちゃ可愛いです。6000円近くするものが今セールで5000円以下で買えます。前はダブルポケットになっていて、あ、こういう裏地とかも可愛いですね。ボタンはマットなホワイトで、なんか本当に作りがもう全体的にすごくしっかりしています。後ろはこちらです。はい、こちらも S サイズを購入したんですけど、袖も長めの作りになっていて、本当にぴったり着られます。丈もちょっとこう短めになっているので、今みたいなハイウエストパンツとも合わせやすいし、スカートとかと合わせても可愛いと思います。で、生地自体はしっかりとしているんですけど、柔らかさもあるのですごく動きやすいです。はい、ちょっと黒いトップスと合わせてみました。なんかキラキラ感はあるんですけど、さりげないキラキラなので、そんなに派手すぎることなくおしゃれに着られるので、なんかこういうシンプルなコーデの時でも華やかな印象で着られるのが嬉しいです。素材的には春とか秋に着られるぐらいのジャケットだと思います。ツイードジャケットって久々に着たんですけど、これめっちゃ可愛いので、ぜひチェックしてほしいです。さっきのコーデにちょっと差し色を入れてもすごい可愛いです。カジュアルなんですけど上品な印象で着られるので、すごく使いやすいです。はい、次スカートもいくつか買ったので紹介します。はい、こちらレディースメッシュスプライススカートです。はい、こちら裾がシアー感のある素材になっていて、なんかこのシアースカートの上にちょっと柔らかい素材のスカートが重なっているようなデザインです。めっちゃ可愛くないですか、これ。で、生地自体はすごく柔らかくって、後ろファスナーになっているので、ここから着られるようになっています。はい、今回サイズ S サイズにしたんですけど、ウエスト周りが意外と柔らかい素材になっているおかげで、全然苦しさはないですね。なんか本当に普段通りのサイズ選びでいい気がします。私結構 M か S かでいつも迷うんですけど、お尻周りも今回 S でもそんなに苦しさはないです。で、この表面のスカートはサイドにスリットが入っていて、なんかほんまに上品に着られます。ちょうどこの膝下あたりぐらいからこのシアー感の生地が見えます。はい、ちょっと全身黒でまとめてみました。なんかこちらも本当にカジュアルにも上品にも合わせ方次第で着られると思います。で、このスカートがすごい伸縮性があるので、履いていて苦しさとかが本当になくて動きやすいです。ちょっとさっきのジャケットも合いそうなので着てみます。はい、さっきのジャケット合わせるとこんな感じです。なんか本当にこのシアー感が女性らしくって、ちょっとしたパーティーとかにも着ていけそうですよね。はい、ちょっとウエストの位置分かりにくかったかなと思って、白いトップスとも合わせてみました。なんかトップスを変えるだけでもさっきよりも少しカジュアルな印象になったかなと思います。で、生地が柔らかい分、あんまりこうインしすぎるとちょっとこの表面がボコボコしやすいっていうのはあるんですけど、でも綺麗にこうインしてあげれば苦しくなることなくインはできるので、今の時期だったらあったかいインナーとニットみたいな感じで何枚か重ねて着られると思うんですけど、安心して着られると思います。
なんかシーンのスローガン通り新しい自分と出会えてる気がしますね今はい、続いてこちらレイジーのデニムスカートです。こちらカラーが3種類あってベージュを選びました。まあ、ベージュって言ってもちょっとカーキに近い色味かなと思います。素材はすごく柔らかいデニムになっていて、で結構ロング丈のスカートになっています。後ろもポケット付きでちょっと大きめにねスリットが入っているのがポイントです。まあ、私基本的にSHEINで登録しているサイズからおすすめサイズっていうのが出てくるんですけど、それ通りに買ってて今回もサイズぴったりでした。骨盤周りが張りやすい私でもしっかりと問題なく着られます。結構形によってはお尻に合わせるとウエストがブカブカやし、でもウエストに合わせたらお尻めっちゃきついしっていうことになるんですけど、これはいけますね。めっちゃ履きやすいです。はい、丈はふくらはぎが隠れるぐらいです。スカートもあんまりこう裾が広がりすぎてないので落ち着いた印象で着られます。あと後ろにスリットがね結構しっかりと入っているんですけど、このスリットのおかげですごく動きやすいです。でこちらも小物を黒で揃えるとちょっとクールな印象になるし、はい、キャメルのバッグと合わせるだけで一気にカジュアルな印象にもなります。春夏にも着やすいような素材のデニムスカートなので、なんか T シャツでもいいしスウェットでもいいし、合わせるものによって本当にカジュアルにも、まあ、ちょっときれいめにも着られるので、1枚あるとコーデの幅が広がると思います。はい、続いてこちらフレイドヘムデニムスカートです。はい、こちらも柔らかい素材のデニムスカートで裾がフレアになっているのが特徴です。はい、ベルトを通す部分もあってポケットとかはないので腰回りもスッキリとした印象で着られると思います。はい、ちょっと今回 M サイズを購入してお尻周りはねすごいぴったりなんですけど、ウエストがちょっと大きかったのでベルトをしました。これがもうまさに骨格ウェーブあるあるですね。はい、こちらねシルエットがすごく綺麗で上品な印象に見えます。この動くたびにちょっとスカートが揺れるのがまた可愛いですよね。でベルトを使えばお好みのウエストの位置で着ることもできるので、なんか足も長く見えるし、生地が柔らかい分思ったよりも重たい印象にならないのが嬉しいです。でスカートの裾は切りっぱなしになっていて、これもねカジュアルですごく可愛いです。着心地がめっちゃいいですよこれ。生地が柔らかいし下もね広がっている分すごく歩きやすいです。やば、今回もやっぱ可愛いアイテムばっかりですね。はい、スカート最後です。こちらジャガードスカートを購入しました。こちらはねよく見るとお花柄になっていて、すごい柔らかい素材でウエストもゴムですごく履きやすそうなスカートです。ロングスカートになっていてこの辺りまで裏地もついているので安心して履けそうです。はい、今回 S サイズを着ていてこの骨盤周りとかは、まあ、いけるかなっていう感じなんですけど、ウエストのゴムが結構しっかりとしていて若干こう締め付け感は感じます。なのでこれはちょっとワンサイズ上げて着てもいいかもしれないです。はい、こちらも合わせ方次第で綺麗めにもカジュアルにもいけると思うんですけど、ちょっとあの柔らかいカジュアルなニットと合わせてみました。で今回ブーツと合わせたんですけど、なんかあえてゴツめのスニーカーとか合わせてカジュアルに着るのも可愛いと思います。このスカート自体がめちゃくちゃ伸縮性があるんですよ。なので本当にあの履き心地はすごくいいです。はい、続いてワンピースです。こちらちょっとジャージっぽい素材のワンピースを購入しました。はい、こんな感じでウエストマークされているのでちょっと細見えしそうなのと、袖周りもねボリュームがあってなんかカジュアルな印象で着られるかなと思います。で素材はちょっとサラッとした素材になっていて、なんかスウェットとはまた違って内側もねこんな感じでツルツルした素材で肌触りがすごく気持ちいいです。はい、実際に着てみるとこんな感じです。まだ素肌で着てるんですけど本当にツルツルです。でなんか結構カジュアルな感じになるかなと思ったんですけど、合わせる小物によっては結構きれいめにも着れそうですね。はい、全身こんな感じです。丈も膝が隠れるぐらいなのですごく着やすいし、あとはねもうウエスト周りとかもゴムになっているのですごく着心地もいいです。なんか1枚で着ると結構カジュアルな感じにもなるんですけど、例えばここにちょっとこう綺麗めな大きめのベルトとかしてカバーするともう少し綺麗な感じにも着ることができるんかなと思いました。なんかシルエットにメリハリもできるし動きやすいワンピースが欲しいっていう方にぴったりです。はい、ワンピースもう一つこちらです。ドロップショルダーセータードレスです。こちらはニット素材のくすみピンクのワンピースになっています。はい、全体で見ると縦にラインが入っていたりとか、袖周りはちょっとデザインが変わっています。首周りもこんな感じでしっかりとしています。はい、こちらも身長159センチで S サイズを着て膝がしっかりと隠れるぐらいの丈です。
なんか実際着てみるとちょっとこう丸みがあるようなシルエットになっていて、体型はすごくカバーされます。もうちょっとスタイルアップして見せたいっていう時はベルトとかした方がメリハリはできやすいと思います。はい、ちょっとベルトをしてみました。袖にもゆとりがあるので中にもたくさん着込みやすいし、体型を拾わないワンピースです。はい、続いてこちら、スウェットのセットアップです。これ上下セットで今セールで2500円ぐらいなんですけど、めっちゃお得じゃないですか。はい、まずトップスが黒プロ丈になっていて、このウエスト周りがゴムになっているのがすごい可愛いです。色はもうクリーム色っていう感じで、ワンポイントでねここに C っていうちょっとモコモコの素材のワッペンみたいなのがついてます。でパンツは裾にゴムが入ったタイプのスウェットです。で上下とも裏肝になっているのですごくあったかいです。はい、今回 M サイズを着ています。サイズ感はすごいぴったりな感じなんですけど、足首周りのゴムが結構しっかりめなので、なんか若干むくんだら跡がつきそうな感じがします。で上は黒プル丈でちょうどおへそあたりまでの丈になっています。このトップスとかも可愛いので、なんかちょっとハイウエストデニムとかと合わせてもいいと思います。はい、続いてこちら、フリフルの T シャツを購入しました。こちらはクシュクシュ素材の T シャツで、ちょっとこう首元にカットが入っていたりとか、ほんとこういう感じでねラインが入っているのがすごく可愛いです。ほらこの袖周りとか、あとサイドもねスリットが大きく入っていて、カジュアルな印象で着られると思います。はい、まずアウトで着るとこんな感じです。これサイドのスリットが深めに入っているので、なんかこのまま緩い感じで着てもおしゃれになります。はい、インして着るとこんな感じです。で中のインナーは肌色に近いものを選ぶと透けないので安心して着られます。はい、続いてこちら、デイジーのドロップショルダーセーターです。こちらがなんと34色展開もあって、すごい人気の商品ですね。でその中から今回はちょっとコーラルとホワイトのボーダーの柄を選びました。生地は結構薄手のニットになっているので春先まで使えます。はい、実際に着てみるとちょうどお尻が隠れるぐらいの丈感です。ちょっとこうポワンとしたシルエットになっているので、お腹周りとかあと袖周りもゆとりがあって二の腕もカバーできます。で上が結構ボリュームのあるデザインになっているので、似合う方はこれにちょっとロングスカートとか合わせてゆったり着るのもいいと思うんですけど、ちょっと下半身の大きさの方が気になるっていう方はインしてきた方が、はい、こんな感じで上の重さがちょっと和らいでスタイルアップして見えます。はい、続いてこちら、クォータージェップスウェットシャツを購入しました。こちらは20色展開にもなっていて、今回コーラルピンクを選びました。実はこれ私ベージュも持っていて気に入ってリピ買いです。はい、素材はフリース素材になっていて軽くて暖かいです。はい、今回ゆったり着たかったので L サイズにしました。はい、L サイズだったらもうお尻周りが全部隠れます。でこれ裾の部分が調整できるようになっていて、はい、こんな感じで縛ってあげるとちょっとこう丸みのあるシルエットに変えることもできます。この柔らかいピンクがまた可愛いですよね。でこちらジッパーを全部閉めても程よいゆとりがあったりとか、長さも程よい長さなので、すごいね顔がこう小顔に見えるというか、すっきりと着られます。はい、素肌で着てもすごい肌触りがいいし、めちゃくちゃあったかいです。はい、続いてこちら、ふわふわのストールです。でこちらは10色展開になっていて、今回マルーンっていう色味を選びました。でこのカラーが今ちょっと売り切れちゃってるんですけど、また再入荷を待つか、他の色味だったらまだ売っているのでチェックしてみてください。はい、ちょっとシンプルに通してみます。おー、めっちゃあったかいです。軽くてふわふわ。はい、これぐらいの幅のストールになっているので、半分に折って使わなくてもそのままくるっと巻きやすいです。でしかもこれ1000円以下でゲットできて、結構派手なカラーとかもあったので、いろんな色に挑戦しやすいと思います。はい、続いてこちら、白いキャンバススニーカーです。こちらは画像を見て紐なしタイプなのかなと思って買ったんですけど、普通に紐ついてるタイプでした。でしかもこれ私が前に買ったことがあるスニーカーと全く同じで、今まで買ったスニーカーの中でもすごい可愛くて高見えするスニーカーです。これめっちゃお気に入り。はい、よく見るとちょっとねここが切れっぱなし風になっていて、このデザインもすごく可愛くて、なんかシーンの靴結構こうロゴが入ってたりとかもするんですけど、これはそういうロゴとかもないのですごく履きやすいです。はい、実際履いてみるとこんな感じです。私コンバースの靴がすごい可愛いなと思うんですけど、足の幅が広いせいでなかなか合わなくて、でもこれは足の幅もしっかりとあるので、キャンバススニーカー履くの諦めてたっていう方もこれはすごくおすすめです。
キャンバススニーカー探されてる方はぜひチェックしてください。はい、続いてこちら、スパンコールがついたミニバッグです。こちらはカラーが2色展開で、このダスティーピンクは今売り切れちゃってるんですけど、ブラックがまだ販売されています。で、結構コンパクトで軽いバッグになっていて、中には2つポケットもついています。はい、中にちょっとお財布とポーチ2つ入れてみたんですけど、それでもまだゆとりがあるので、結構必要最低限のものはしっかりと入る容量ですね。で、これ長さが違うんですけど、この長い方をこっちに通してこんな感じで持ちます。このスパンコールがね、本当に動くたびにキラキラして可愛いし、春のコーデのポイントにもなりそうです。はい、続いてこちら、保湿ファジーレギンスです。はい、こちらは中がモコモコになったレギンスになっています。これもう冷え性にぴったりと思ってちょっと試しに買ってみました。表面はサラッとした素材になっていて、毛玉とかがつきにくいタイプです。はい、今回 M サイズを選んで、今ワンピースの下に履いてます。普段私 M サイズのパンツ買うことが多いんですけど、サイズももう全然締め付けとかもなくぴったりでした。ウエストもちょうどおへそあたりまで着ています。で、こんな感じでサラッとしているので、なんか本当に毛玉ができないのは嬉しいし、長さもしっかり足首周りが隠れる丈です。で、もう履いた瞬間からあったかかったし、生地もね、伸縮性があって厚みもあるので、風も通しにくそうです。これはもう冷え性には助かるアイテムです。はい、あともう一つおすすめソックスです。こちら、はい、こちらは5足セットになっていて、中が裏肝になったタイプの靴下です。深淵で前にもこの裏肝タイプの靴下を購入して、もうそれがあったかすぎて、冬これ以外ちょっと履くのためらうぐらいめっちゃ気持ちいいんですよ、これ。で、今回のタイプはこの足首周りがフリルになっています。はい、裏地がこちらです。これ伝わりますか？もうめっちゃ気持ちいい裏肝です。ふわふわであったかい。はい、実際履くとちょうど足首上ぐらいの丈感です。で、こちらかかとがない靴下にはなっているんですけど、もう履いた時なんかそこまで私は気にならずに履けています。で、注意点としてはお部屋の中とかで履くとちょっと滑りやすかったりするので、それだけ気をつけてください。はい、あと小物3つです。こちら、ロム&のグラスティングマイルティングバームを購入しました。カラーは15番です。シーンでもこういうロム&のコスメも売ってるんだと思って試しに買ってみました。はい、こんな感じのスティックタイプのバームになっています。はい、実際に塗ってみるとちょっとブラウンがかった赤っていう感じの色味です。はい、スティック周りにちょっとついちゃうぐらい柔らかいので、これ出しすぎ注意で、本当にちょっとずつ出しながら塗るのがいいと思います。で、拭いてみると、はい、拭いてみると簡単に取れたので、色持ちはそこまでっていう感じだと思うんですけど、すごいなんか潤い感があって乾燥しにくいと思うので、冬に唇がカサカサになりやすいっていう方でも使いやすいと思います。はい、続いてこちら、こちらはスーツケースのホイールカバーになっています。これまた新しいですよね。スーツケースのタイヤの部分って壊れやすかったりとか、あとはこう移動するときに朝早朝とかに出たときとかに、ね、すんごいガラガラ音が鳴ったりとかってすると思うんですけど、こちらのカバーをつけることで静音にもなるし、タイヤの保護にもなるっていうようなカバーです。はい、最後もまたこれ今完売しちゃってるんですけど、一応紹介します。こちらデイジーの首枕です。はい、こんな感じで厚めのスポンジになっていて、これマジックテープで留められるようになっています。くぼみのところを顎にして、はい、実際つけてみるとこんな感じです。で、こちらはなんか普段スマホで作業したりパソコンで作業したりとか、ちょっとこう下を向く機会って多いと思うんですけど、なんかそうするとちょっとこう首が前に出やすかったりとか、あと首にシワが入りやすかったりっていうのがあって気になってたんですけど、もうこれがあれば下向けないので、なんかどうにかこう姿勢を正したりとかする意識ができるかなと思って、ちょっと試しに買ってみました。あとよく見るとね、このスポンジの部分には穴が開いていて通気性もあるので、なんかそんなにこう蒸れるような感じもなく使えます。ちょっとこう首気になるっていう方はこちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回はシーンの購入品を紹介しました。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。
では池田真子でした。バイバイ。